このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日友部幼稚園では子どもたちが楽しみにしていたごっこ遊びの方を行っていきました。昨年に引き続き今年度も先生たちとそして子どもたちと一緒に行っていったんですけど、大盛り上がりでした。今年のテーマはワクワクドキドキ探検ワールドということで、探検にちなんだ3つのコーナーを用意しました。どのコーナーもすごく盛り上がって私も嬉しい気持ちになりました。私は今回案内係のお友達と一緒に行動させていただいたんですけど、初めはやっぱり少し緊張してしまってなかなか声が出なかったんですけど、だんだんとこう慣れてきて、キリングループさんこっちだよとか、あとは階段登るときは足元気をつけてねとか、小さい子の手を優しく握って案内する姿がたくさん見られて本当にとても嬉しかったです。また3つのコーナーのミッションをクリアすると、最後にはホールでお祝い会ということで元気タイムの方を行っていきました。普段の元気タイムはこう子どもたち先生の見本を見ながら踊るんですけど、今日は年長さんのお友達がお手本になって元気タイムを行っていたんですけど、その姿がとても感動して嬉しかったです。でまた小さいお友達にはお祝い会みんなにしたんですけど、なんと年長さんにも素敵なお祝い会がありまして、そちらも大盛り上がりで子どもたちもすごい喜んでいました。とお部屋に戻ってきてから子どもたちに今日どうだったって聞くと、こう全員がすごい笑顔で楽しかったって、もう一回やりたいなっていう声がたくさん聞かれて、本当に今日は嬉しい一日でした。また明日も今日のお話をしながら楽しく過ごしていければいいなって思います。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。